磯村義孝は、愛知県豊田市出身のプロ野球選手。宇藤右内。広島東洋カープ所属。愛称は、磯。小学校2年で野球を始め、豊田市立松平中学校では、豊田シニアでプレー1学年上の堂林翔太とバッテリーを組む。中京大学附属中京高等学校に進学し、2年春には5番レフトで、 第81回選抜高等学校野球大会に出場。打率500を記録し、チームもベスト8に進出。夏には聖保守として再び道林とバッテリーを組み、第91回全国高等学校野球選手権大会に出場。道林の後を打つ5番打者として打率350に本塁打を記録し、 同行の史上最多7度目となる全国選手権優勝に貢献した。秋の新チームから首相で4番。厳しくマークされながらも東海大会準優勝。3年春の選抜では前年に続いてベスト8に進出。3年夏の第92回全国選手権では2回戦で早稲田実業に大敗。2010年10月28日に行われた。 ドラフト会議で広島東洋カープから5意指名を受け、交渉権を獲得。同年11月26日、契約金3000万、年俸480万円で契約。入団した育成選手を含む9人の中で唯一の野手である。2012年、10代にしてスタメン出場を果たした。広島の保守では、小端康二以来19年ぶり。2016年は、 石原啓子を、相沢翼に次ぐ3番手星という立場ではあるが、開幕から常に一軍に帯同し、中村京平の登板試合では先発マスクも被った。また、5月20日の対阪神タイガー,アース戦において、延長12回西から決勝タイムリーを放ち、プロイリアと初打点も記録。同時に、初のヒーローインタビューも受けた。2017年は、 前年に現役を退いた倉吉和二軍バッテリーコーチから背番号40を継承。前年同様3番手星として1軍に帯同し、7月2日の大中日ドラゴンズ戦では、竜優也からプロ初本塁打を放った。2018年は主に大瀬良大地や高橋昇成とバッテリーを組み、3番手星として37試合に出場した。 2019年は打撃面が大きく向上し、5月12日の対横浜 DNA 戦ではプロイリアと初となる猛打賞を記録した。得点圏打率389と勝負強さを発揮したことで代打の切り札として主に起用され、8月13日の対読売ジャイアンツ戦では代打でプロイリアと初となるサヨナラダも放った。 またあるは、マコトラ若手投手と先発マスクをかぶるなど保守としても、出場機会を増やし、キャリアハイとなる65試合に出場した。2021年4月21日の中日ドラゴンズ戦では、自身初の一塁での出場を記録した。4期連続で出場した甲子園では、通算打率、388。祖父は愛知商業校で、おじ、と兄は、 中京大中京及びその前身で甲子園出場経験があり、父と兄はその後社会人野球のトヨタ自動車でもプレーしている。高校の同級生でもある宮志スケは幼馴染であり、宮志の父も磯村の父と同じくトヨタ自動車でプレーしていた。また、元 SKE48 の梅本窓かも同じく高校の同級生である。 2017年12月23日、一般女性との結婚を発表した。ありがとうございます。